チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は中学1年生から3年生まで使える英単語帳を無料でオンラインで公開しましたので、その紹介をしたいと思います。この動画の説明欄に単語帳へのリンクがありますので、よければそちらからアクセスをください。で、リンク先からアクセスをしてもらうと、このような画面が表示されます。これが中学2年生の単語帳です。 で、えー、主には、ニューホライズンという中学2年生が一番よく使っている教科書に準拠をしています。で、えー、教科書でも習う順番なんですが、ニューホライズン以外の人も同じような単語が重要単語として中学2年生で習う単語ですので、使うことができると思います。で、えー、音をまず聞くことができて、音再生ボタンを押すと英語が流れます。Hello!、Everyone. この音は順番を変えることができて速度を変えることができます。速度は0.8倍速から2倍速まであって自分の聞きやすい音声に速度を合わせることができます。再生の順番は英語の女の人の声、英語の男の人の声、それから日本語があってどの順番で聞くかをここで選ぶことができます。なので英語から日本語にしたり日本語から英語を聞いたり 英語から日本語を聞いて、その後英語を聞くということが組み合わせで選べます。で、連続再生というボタンで、この表の上から順番に英語の音声が再生されます。で、この音声は並び替えることができて、例えば自分がわからない単語をチェックすると、そのわからない単語順に並び替えることができます。で、えー、とチェックしたものは、バ、え、ツ、ー、解除でチェックを解除することができます。 で、自分のわからない単語を上に並べてきて、それを優先的に聞いてあげることで、効率よく勉強ができると思います。で、えっ、ー、と、実際に単語帳を使っていると、えー、テスト範囲の対策がしたいと思いますので、この範囲のボタンを押すと,、えー、と、ニューホライズンになりますが、ニューホライズンの範囲から覚える単語を選ぶことができます。例えば、えー、2学期の中間期末テストだったら、えー、この、 ユニット4からだとユニット4から6まで例えば選んでもらえればその英語単語と表現熟語がピックアップされますでこれを選んでもらったらこのピックアップされた単語表現を覚えることができますでもう一つえっと並び替えというボタンがあってこれは学校で習う順番だけでなくて試験で出る順番を予測してくれます で、試験に出る順番を予測すると、選んだ範囲の中から、これが試験に出るだろうという予測されたものが上位で表示されます。なので、上から覚えていけば効率が良くなると思います。もう一つ、みんなが苦手な単語順があって、これが、よくみんなが間違える単語が上位で表示されます。なので、先ほど選んだ範囲から、みんながよく間違える単語が上から表示されます。 で、他には英語を隠したりで、日本語を隠したり、このスクロールの画面を固定したりすることができます。で、その横の数字の1234でページを切り替えることができます。で、えー、もう一つ、この詳細のボタンを押すと、その単語の詳細の情報が表示されます。なので、より詳しい意味をここでつかむことができます。 以上が、えー、無料で使えるオンラインの中学1年生から3年生向けの単語帳の紹介になります。よろしければ動画の説明欄からリンクがありますので、そこから見てみてください。ご視聴ありがとうございました。